今日は朝から天気が良く気温25度ですが、日に当たると30度近く感じます。いいな、観光して帰国しますと届きました。でも本当人生楽しまないともったいないですもんね。私も行きたいワンですよ。台湾だからかけてるんですね。私もね、行きたいですよ。そりゃ台湾だったら、でもそれこそ日本から近いので3泊あれば余裕じゃないですかね。台湾なら3泊4日、4日でも楽しめますよね。やっぱり人生楽しまないと損ですからね。行ける時に行っとかないと。うん、私台湾行った時は9分に行きました。結構舞台になってるところです。千と千尋でしたっけ、舞台になってるの。本当そのような、はい、厳かな場所でしたよ。猫がたくさんいました、9分に。あとご飯が美味しかったです。トーファでしたっけね、かき氷食べました。あと小籠包ね。私も行ったといいところですよね。あとポケモンを捕まえました。台湾にいますよ、ポケモンいますよ。台湾生まれの子をポケモン連れて帰ってきて、ポケストップもありましたもん私の母の方がハマってるんですよね。この間 LINE が来て、でさや海外のポケモンいないってなんか今そのあれなんですよね、海外のポケストップでポケモンをこう受け取って、ストップポケストップの場所でなんだっけ、ギフトでしたっけね、をもらうと、なんかそのポケモン、そう、台湾産ポケモンというか、その海外のポケモンに由来したなんかこう情報が手に入るみたいで、さや持ってないって、いや持ってないよって、なんで持ってんの私って私行ってないよ海外って話になってだからいいですよね、海外の方ポケモン欲しいですねなかなかね、皆さんに訴えることではないんでしょうけど、いやでもやっぱ血は受け継がれるんですね。私がこんな性格なのはきっと母がね、母がもしかしたらそういう気質なのかもしれないですね。ごめんなさいね、こんな話をしてねでは続いていきましょう。次こちら遺伝ですかね、ベトナムからいただき